今週も始まりました田辺誠也の奇妙探求。ゲストは先週に引き続きレポライターの村田ラモさんですそんな村田さんの受会会談も本当に大好きなんですけどありがとうございますせっかくなんで受会会談の本の中からエピソードを一つお話していただいてもいいですかはいもうかなり昔の話なんですけど本当に、えー、そうですね二十年ぐらい前なんですけどなんか編集部からあのー、殺人者というか人殺し 殺しししし屋のインタビューをしてててほいって頼まれまれすごい依頼ですよね。<laughs> そうまあ珍しい依頼ではあったんだけど、まあ、当時そう僕のやってた雑誌はそういうヤクザとかハングレとか暴走族とかばっかり出てたので、まあ、珍しいけれどありえないことはないみたいな感じで、まあ、それで編集部行ったら「<う>あのインタビューちょっと車でしてほしい」って言われて、まあ、会社のバンに乗ってその走りながらインタビューになったんですけど。 なんで自動車で話を聞くかっていうとその,あの青木ヶ原樹海でその死体を捨てようとしたからそこの現場を案内してもらうからそこまで行く間にインタビューしてほしいって言われてまあね本当にまあ40まあ30代か35とかだったと思うんですけどその殺し屋の人は、まあ、殺し屋ってもあの,このゴルゴ13みたいなフリーランスの人ではなくて。 ヤクザの組織に入ってて組織内でこう拷問しなきゃいけない時とかあの人を殺さないといけない時にや,やるっていう担当の人でで,でもなんかすごく身分のひ低い人がやらされてるというよりはなんかどっかの組長の息子でみたいな人ではあったんですけど <laughs> だから多分ね率先してやってたりもしてたと思うんですよね。<laughs> もう好きっていうか快楽でやってるような感じですかねもしかしたら。 まあそうですねそこまでは言ってなかったですけどなんかそんなような雰囲気もあるような人でで結構それでまあ普段はビルの中で全部終わ,る終わらせてたので捕まることはなかったんだけどでその人はまあ,あのしのぎとしてそのテレクラをやっててでそのテレクラの利権を奪われそうになってだから命を狙われたことがあってその時に逆にの狙ってきた人間をこの捕まえて。 それれでその受会に連れてって殺したっていう話なんですけどで車で運転しながらそういう話聞いてたらそれとものすごい生意気だったんだけどあの、まあ、心をまず心を折らないといけないからってでどんな人間でも心を折る方法はあるんだけど教えてやろうかって言われて、うん、あっはい <laughs> ま手,で手でも足でもいいからとりあえず肉を削いでそいつの目の前で食ってやるんだよってでも絶対どんなやつでも。 どんな組長でも心折れるからはい <laughs> 聞いてるだけで心が折れるっていうでもねその人の何気ないエピソードだったけどその人で怖かったのが途中でこうサービスエリアに乗った寄ったんですけどその人が焼きそばを食べててであの編集さんが「焼きそば好きなんですか?」って言って「あのお前焼きそば好きなのか?」って「あのいやまあ好きですよ」食べ おじゃあ食べろって言って焼きそばをガッて掴んでバンって出してあの食えって、ね、編集さんが「いやあのまたまたみたいな「いや食え」「いやまたまたって食え」って食うまで行って結局あの膝まつかせて <laughs> あの焼きそばを食わせるっていうのをこうサービスエリアでやっていて家族連れとかがみんなすごい顔して見てるっていうのを見てまあそれでなんかね 編集さんとかもかなり <laughs> あの心くじけてましたけど。そこで帰ろうってならないのがすごいですよね。あ、そうですね。まあでも全然だから意外とね、六人ぐらいのスタッフで行ってたからなんかあのまでも全然いいエピソードできたくらいの感じでしたね当時はね。すごいな。それで現場着いたらなんかまあここら辺っていうまあコウモリアナっていう観光地があるんですけど。 その裏手のの方で、そ,の、まあ、その当時はまだ殺してなくって連れて行って首を絞めたんだって話をしてて、まあ、正直ここが現場だみたいなところは分からなかったんですけど、まあ、大体ここら辺みたいなところに行ったら編集さんがカメラ仕掛けて「あのあのじゃあこれちょっとドッキリなのであの村田さんあの疑似的に殺されてください」って僕らちょっと車で待ってるんでってカメラだけ仕掛けて帰っちゃって。 じゃあやろうかって,言ってロープ出してきてあの背中合わせであの背負い投げするような要領で首ガッて締められて本気では締めないだろうなと思ったらちょっと指当ててたら結構ギューって結構ガチで締められて。 落ちちゃいた多ん指入れてなかったらちょっと危なかったんじゃないかなと思うんですけどねのどぼとけとか危なかったんじゃないかなと思うんですけど <laughs> ゲモゲモっつってたらもうだらしないなーってもう「そんなもう殺したやつすごく全然あの過呼吸とかになってなかったぞ」とかて <laughs> それはもう呼吸ができなくなっていたから <laughs> もうでもねそれはすごい怖かったんですけど、ねまあ、結局。 あのやりすぎて上層部の判断で雑誌に載らなかったっていう話なんですけどただなんか不その人に怖いものはないんですかって聞いたら「あ,のある幽霊が怖い」って言って「殺した人が出てくるんですか?」って「いや俺に殺されたやつなんか全然怖くないよ」って「なんかそういうんじゃなくているんだよその自然みたいな白くてモコモコとしたやつがいるんだよ」って言って。 マンションのとこ俺の今住んでるマンションにもいるんだよなってでだからそのいろんな心霊スポットあのこう山梨の心霊スポットもあったんだけどここはいないとか言ってあのあの面白いモコモコとした幽霊が怖いんだよって <laughs> 怖この人 <laughs> って思ったって話ですねいやでも目の前で生きた生きてる人間の肉を削いで食べるぐらいのいやばい人が恐れるものってその姿が 白いもこもこって羊みたいで可愛らしい雰囲気はそれがそんだけ恐れるっていうことはよっぽどなんでしょうねなんかクトゥルー神話の邪神みたいな見ただけで正気を奪うようなすごい神様みたいななんかやばいなんかその人頭の中だけのものだとしても相当なビジュアルなんでしょうねうだから人間以上のものなんでしょうね多分その人の中ではなのかあのいるのかわからないですけど。 もうまあそういうだからまあかなり樹海会,会談の中でも異色なんですけどね他はやっぱり普通に樹海を散策したらこんなものを見つけましたみたいなのが多いんですけど樹海、うん、にはどれぐらいの頻度で行かれてますか僕はでもまあ年に56回は行ってるかなって感じですねだからやっぱりここのところ本作ったりしてたので多かったのもありまして でまあ、僕がよく行ってる樹海の計算という,そう散策をずっとし続けてる人がいてその人は多分僕の56倍行ってますん、ね、だから30日ぐらい行ってるんじゃないかな <laughs> だから週末いつも行ってるぐらいの感じでいや樹海怪談の取材で大変だったことはさっきのその殺人を犯した人と一緒に行った以外にありますかまあ、結局なんか 20年以上コツコツ続けてきた中であった話をまとめたのでこ、はい、この本のために取材してるっていう感覚はなかったんですけどやっぱりなんかすごいこう散策グループみたいな人を取材してたらあの、ね、散策する人たちってね中でバラバラで動くんですよあのその方が何かと発見率が高いみたいな感じで。 で知らなかったんで僕あんまり装備持たずに行ったら受海のど真ん中に置いてかれて、ええ、で本当に受解って迷いづらいんですけど実はその入ったでて歩いてるうちに出,出れちゃうんですけど、はい、でもど真ん中に置いてかれたらそのなかなか出れないじゃないですかでしょうがないから携帯電話の,あの,あのコンパスを使ってあの出口のある方向に向かって進んでったんだけど全然出れないんですよ ね、GPS 一応使えるので GPS 見ると全然同じ場所をぐるぐる回ってるだけであだから樹海の中ってコンパス効かない伝説あるのであれまあないっていうふうに証明はしてたんですけど自分でこんな時に限ってそれが証明されてしまったみたいな感じでもう4時回ってたのでああそろそろ出ないと日が暮れるっていう時でしょうがなくまあ日暮れの方だったのでかなり太陽の 位置が低いのであの影が見えやすい状況だったので自分の影を追いかける形で進んでいったら同じ方向に進めるのでそれで出れたっていうのがあってすげえ怖かったんですけどまあコンパスが効かなかったのはあのスマホケース買い替えててそれがあのパチンっていうあの磁石を使うやつだったので。 その磁石に延々引っ張られてしまったっていうねしょうもない理由だったんで皆さんあんまり磁石付きのケース同じような話を山迷い山で道迷いそうなに遭遇した方から聞いたことがあるので命に関わるので,で最近あの本当携帯電話っていうかスマホがあるから装備を軽くしてる人がいたりするんですけど磁石も地図もいらないや、うん、みたいな。 磁石はね、あった方がいいっすよね、やっぱり磁石だったり。あと水とかね、なんかそういう最低限の、まあ持ってた方がいいっすよねあ。樹海に行くのに。まあ頑張れば出られるんですけどね。四キロ四方ぐらいでしすね、はい。湖なので、もともとは、あの。十個富士山の周りが全部。青木ヶ原みたいなイメージあるんですけど、はい、実際にはこう北に溶岩が流れて。富士五湖のでかい湖にあったところに、こう。 どどどどってこう溶岩が流れ込んで、はい、埋まっちゃってで埋ま,ら埋まりきらなかったところが西湖と小磁湖でその埋まっちゃったところが樹海なんですよだからまあ湖の大きさっていう、まあ、小さくはないけどでもそれぐらいっていう感じでじゃあ富士6個だったんですか昔は4個かなだから大きいところに流れ込んで<湖>あそっか123あそうですね大きいところに流れ込んで2個に分かれたみたいな感じです、ね、ああなるほど そういういことだったんですね村田さんが思う受海の魅力って何ですか、うん、そうですねやっぱりなんか伝説がいろいろあるので一人歩きしていってやっぱりそれで寄せられてくる人がやっぱ多いと思うんですよねだから日本人ももちろん魅力に感じてるんだけどやっぱり日本人だとちょっと不謹慎みたいな感じがちょっとするんだけど外国ではもう本当に大々的にみんなあの映画とかにもなってるので。 今、樹海に行くと本当、外国人だらけっていう、そのまあ、実際、樹海って観光地なんですけど、はい、あの風穴、氷結みたいな、そこ、ほとんど外国人だったりしますね、<laughs> 川口湖にいる人もほとんど外国人だし、へえ。その人たちはまあ怖いスポットとして訪れているということですか、ね。あ 座禅組んだりとかしししてるハワイ人にあったりしましたりまけどあ<ー>、<laughs> じゃあなんか自分探しでインドに来るような感じで青木ヶ原時間に来てるんでしょうかねそうですねあのスリップノットのクラウンさんって案内したことあるんですけど,どあのクラウンさんもすごいこうあのちょっとそっち系もあり、ま、なんかオームじゃないですけどなんかそのそういうのにオリエンタルなそういうのに興味があるような感じはありましたよね。 そしてあの「樹海怪談」の中にもあったんですけれどあの X でかなりバズってた AI がが生成するる謎の美女が現れるっていう <laughs> はいはい、はい、本当にそたまたまそうなっただけなんですけどあのカナダさんの,あの絵描き AI でその、ま、ローマ字で「青木が払って入れると同じ女の人が出てくるっていう話だったんですけどちょ,ちょっとだけ嘘ついてて。 青木ヶ原とスーサイドって入れると同じ人が絶対出てくるっていう結構ねしばらく経ってからやってみてもやっぱり出たんでなんかそれ出るような何か何かになっちゃってるんでしょうね。なんかアジア系の美女なんですけど何とも言えず貞子とかなんていうか日本のお化けっぽいビジュアルの女性って怖いですよね。なんかちょっと受海に同化してるような感じの人ができるという。 あの A. I. の画像の、まあ、その。なんていうか、システム上の感じかも、木と同じような肌で、あ、この人生きてないな。っていうような。イラストっていうか、画像ですよね、うん。そうなんですよ。それがどの画像もそうだから、ちょっと面白かったですね。結構バズりましたね。かなり、あの見ましたね。でそう、見ると、私最初見たのが夜中だったんで、わって声出ちゃいましたよ。<laughs> 怖くって。 そしてあの,受会の,あの中で、ね、都市伝説様々にあるんですけれどあの大体が嘘だっていうのこのこまあその磁石が効かないっていうのも、ね、厳密に言うとあるんですけど<あ>その多少磁力を帯びてたりするんですけど、はいまあ、胸の高さぐらいで使うので、まあ、地面にある石が磁力を持ってても胸の高さぐらいだと影響してこない。 多少ずれても大丈夫っていうのとあと山登りと違ってこう四角いところ道から道に向かって歩いたりするんで多少ずれてても道に出れちゃうっていうのがあって大体の方角に進んでると出られるよねっていうただまあとはいえ意外と足くじいたりするとあの出られなくなったりするので、まあ、危険はありますけどね。あこのの樹海街道のこのあの たくさんあのやっぱり溶岩固まってできた土地なので穴が開いていてその穴に落ちてしまって出られなくなってきた出られなくなくってしまった人の話はすすすごい怖かったでであそうなんですね僕も見たわけじゃないんですけど、まあ、洞窟は確かにいっぱいあってズボーンって落ちちゃうと多分本当にそれで足でもちょっと怪我したら出られなくなっちゃうよねっていうで、まあ、たまたま近くに人がいることもないだろうから意外とそのちゃんとした装備で穴に落ちて。 亡くなってる人がいたっていうのを聞いてちょっと怖かったですけどねうわもう絶望感半端じゃなかっただろうなっていうのと穴が開いてて結構そうだから平らな地面に見えててもその上に落ち葉などが降り積もっていてズボって天然の落とし穴になっていて骨とか落ちちゃう可能性があるっていう意味でも、うん、観光で行くとして一人で絶対行かない方がいいですよねそうですね基本的には一人で行かない方がいいですねまあ山もだと思うんですけど <laughs> いや,そうやっぱりとはいえっていうやつですね熊、まあ、とかの目撃例もないわけじゃないし1人だとバッティングしやすいんでしょうね熊も。ああ熊側も怖いですもんね人間。やっぱり大勢でガイガイいると逃げてくんだけどあの1人で歩いてると気づかずに向こうもバッティングってあるんで。 もしあのそういう音天然の落とし穴に足がはまっちゃって抜けなきゃっていう時に熊が「いやあ!」みたいな感じで出てきたら <laughs> もうだめだってなりますからね。ねねえ幽霊とかねそういうものよりはやっぱり熊とか怪我とかの方が怖いっていう話はよく聞くのでね。あまあ、それは絶対ないそうですね。幽霊はやっっぱ余裕ののある時に怖いっていてう <laughs> 本気の 本気の,あのハードな状況だととうねとか見れないんで <laughs> か心霊スポットに行って怖い話はあって私階段が好きな方に聞くんですけど結構だから、まあ、廃墟とか心霊スポットと呼ばれるようなところに1人で行った時にまあ事故や怪我に遭ってしまってそれが怖かったっていうパターンが多いですね。でそういういの私は 行っちゃいけない場所に行ってるっていうことで実績を自主的に没にしてるんですけれど結構県外も多いですしで自分も不法侵入で例えば廃墟とかに行ってるっていうような負い目もあるんで通報がたためらわれたりするんですよ、ねうん、あとまあ悪い人とバッティングするというか。あの そのヤンチャな人たちに行きますからそういうところ。ああそうですねあの暴走族とかあとまあ反社会的な方々とか、うん、そういうところでよからんことをしている可能性もありますからね。そうそうそうそれとバッティングするの多分怖いと思いますよ。なんかこの間そのナスであの河川敷でこう死体を焼いた事件の現場行ってきましたけど。えはい。あの話題になったやつでちょっと見とこうと思っていったら、はい、もう本当に民家から 100メートルとかしか離れてないし。そんな近下だったんですねで。本当に道路から見るとほんのちょっと下がったところにある河川敷で焼いてるんですよ。で焼いたままどっか行っちゃったんですよ。それも別に近所の人がなんか騒がしいなと思ってバッティングしてたら危なかったし、なんかそういう、なんか前後を考えてないような悪い人とバッティングするっていうのが一番怖い気がしますね。そんなガソリンかけて焼いて 焼いいいたたかかか、ら、ら火つけたからって絶対燃えなななじゃないですんの。私もあの焚き火がちょっと趣味の一つであるんで瓦でちゃんと条例とかも調べて1人でやっていたら犬を背負ったいくつぐらいだろう6 1ちょっと過ぎぐらいの方が出てきて犬も腐ってるんですよ。その 火で焼かしていただいていいですかって言われたのがすっごい怖かったです, <laughs> す <laughs> で。であのなもう一つ怖かったのがまあ焚き火見て音楽聴いてたんですけどその横にいるまで気が付かなかったんですよ石の音とかもするはずなのジャリ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 って川,川の砂利のね、うん、あのちゃんと周りにも気を配っておかないといけない自分一人の世界を没頭するっていうのは危険なんだなどこにいてもこの日本でもって。 それは確かにそうですね特に火を焚くと目立ちますしねなんか明るいからそうなんで火ばっか見てたから、うん、もしそれがその方がすっごい悪い人で殺人鬼受て後ろから「そういうボーンとかやったらそれでもう人生終わりですからね、うん、特に僕ホームレスの取材もしてるのでやっぱりホームレス相手に暴力を振るう人ってまあずーっといるし多分今もいるのでなんかやっぱりあの。 とととかにいるるのはいでぼーっとしてると危ないは危ないですよ危ないですね一人でやっててさマシュマロを後で焼いてスモアにして <laughs> であのコーヒーもこういう焚き火の火で入れるの夢だったんだと思ってゴリ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 とかやってたらなん,かなんか変な匂いするけど風, <laughs> 風に乗って、まあ、水があんまり綺麗な川じゃなかったんでそれかまあ夏だからかなまあいやコーヒー入れようコーヒーの香りがすればきっとゴリ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 とか言った。 すいませんってあれは怖かったですね。そうそう。あ自分の犬だったんですかね。わかんないです。あのああああはいはいはいと書いてももうすごい速いで私逃げました。そのでも転んじゃうんですよ。あの体が言うことやっぱ緊張してるから <laughs> 腰抜けたみたいになりますよね。で川川のその石のところで転んだからもう痛くて痛くてでも振り返ることもできなくてでもう走って逃げてて。 反対側まで渡って時にそこを遠目で見たんですけれど対岸沿いから犬焼かれてました <laughs> なかなかはあそ,そ,そこはもう二度と行けないです怖くって思い出としてそれはなかなか素晴らしいエピソードですね <laughs> すででもあの私の体験なんか大したことはなくても <laughs> 村田さんはもう本当にすごい体当たりでいろんな体験されてるじゃないですか <laughs> そのの行動力の源って何ですかまあ、なんか当時は雑誌もなんかそういうバリバリだった時代なので編集部から編集部からこれやろうぜみたいなのも多かったんですけどまあ、そうですね。ただまあどっちかというと見てみたいとかそもそもイラストレーターだったので。あの こうもっと世間を見なければっていうふうに急に使命に燃えて使命に燃えてというかあのこのまま死ねないみたいな26歳ぐらいに急に思って大体になったのであのやっぱ見たいぜっていうのがやっぱり原点ですよねだからこうだからそこがいいと思うよ。世直し系だったら多分あのどうにかしなきゃっていう人は取り込まれてしまうから。うんうんうん そうです、ね、まあなかなかっていうかまあ宗教をやるのも自由だしと思ってるところがあってうんなんかあんまりそうそういう人をそうですね、まあ、だからあんまり統一教会とかがわーってなった時はそんなに絡む気がしないっていう統一教会も行ったりはしてたんですけどうんあんまりその訴えたりとかそういうことにあんまり興味がないっていうちょっとね変なタイプな。 人間ではあるんでですけどあでもその観察者としても冷静な村田蘭さんの視点が読み物としての魅力だと思いますよ。中に入ってどうにかしたいってそういうタイプのロボタージョンが必要だとは思うんですけど報道でうん、うん、読んでいると読者も心構えっていうか挑む気がないと疲れちゃうんですよねだから深刻なテーマを扱っていても読み物としてどうが軽いっていうか面白さがすごくあるんですよ。うん なんかルポ,ルポのコツというかあの自分の思いはあんまり書かない方が <laughs> あの仕事は来やすいよねとは思うというかあの普通にこうみんなにあのルポライターになりたいんですって人のやつも読むと3分の1ぐらいこう自分の思いだったり <laughs> <あ> <laughs> この理想とする社会とか今の良くなさみたいな感じなのが多くて。 でも結局みんな読みたいので現状こんなんだよみたいなのが読みたいのでやっぱそこの、まあ、あんこうの部分とか美味しい部分をなるべく増やしてあげた方がいいよねっていうのは常々思いますけどねあだからこんな体験したで止めていますもんねそれ見て、うん、うわーやばいっていうのは ここれってこんな団体だっったんんだだてていううのは読者の方に預けられてますもん、ね、あそうですもねねそでから意外とね女性詩がそういう傾向強くってか男性詩って絶対こうオチでこうしていかなければいけないとか結構建設的な意見みたいなのを最後入れることが多いんですけど女性詩って例えばこんなひどい殺人事件があった時に「こんなひどい殺人事件がありましたひどいね」で終わっちゃうことが多くて僕はなんかもうそっちの方がいいよなと思う 思ううことが多いので女性子そうでそすね不倫とかはもう絶対100%の確率に乗ってますけど、うん、こんなもうひどいよとかもう姑たい嫁とかもう不縁のテーマの人ですが <laughs> この鬼嫁とかこの鬼姑だけどそれをこんなひどい嫁さんがいたから懲らしめてやりましょう姑さんがいたから懲らしめてやりましょうとかこんなひどいもらはら夫がいましたでもエピソードだけなんですよね。やそうそうそうやっっぱぱ文春ととかになるとやっぱりあの 罪を与えようとかこう一応こう正義ぶらなきゃいけないからなんかそれで無理が出たりとかいろいろするんですけどもう女性誌とか言い悪いにせよ僕がやってたアングラ雑誌もそうなんですけどもう言い悪いともかくにして見たいだけじゃんとか,なんか意外とそこら辺をね読者に預けるとった方が僕は好きなんですけどね、うん。 あと泥棒ママのエピソードとか私年齢がそういうのは好きだろうって AI に判断されてるのがやったらおすすめで上がってくるから <laughs> 泥ママエピソードとか <laughs> あれはなんなんだろうあのなんていうか、うん、創作ですよね多分ね。うん、手癖の悪いあのなんかキャピキャピの若い女性がいてとかお母さんがいてみたいな。 これは女性週刊誌が好きなそういう世代になんかスカッと系ので、その最後にその泥棒ママがひどい目に遭うんだけれどそれがもうちょっとこうだとかああだっていうのはないんですよエピソードとして。うん、多分そうなんですよねでもまあみんな女の人とはそれでいいんだろうなと思ってまあ女性誌だから女の人が読者でも限らないけどでもなんか全体的にそうだなと思って。 不倫してるんですって不倫してる情報自体別にだから何だですからねほ、うん、他の人から見たら不倫はね私はねあのすごいエネルギーのいることなので,、うん、でそんなに好きだったらねそういうところのお店に行けばいいじゃないとしか思いようがないんですがいやでもやっぱりねモテ自分のモテを確かめたい人が男は多い気がしますよ。 仕事とか家庭とか失うものがメリットに対して多すぎるなというのと <laughs> でも秘密を共有するとかが多分スパイスなのかなうん、うん、やっぱりでも不倫する人はずっとしますねしますね <laughs> だから<ん>あの不倫して許すみたいなのも多分また不倫しますよ多分もう二度と許しません今回限りととといいうことにみたいな話とかも まあフィクションとかでもよく見たり、うんまあ、ルプタージュもでも見るけれど絶対やるよこの人とか読んであそうかそれもツッコミどころ用意してあるからいいんですねう<ー>ん <laughs> で村田ラムさんの東洋経済オンラインの連載記事も好きなんですけれど、はい、あの先ほども少し触れてましたけどライターを目指している方いやライターになるにはこうした方がいいよみたいなアドバイスってありますかあそうですね、まあ、なんか一番 <laughs> 大事なのはまあ書くことかなっていうあの書きたいんですよあい <laughs> あので、こういうの僕はこういうのを書きたいんですけどいやまず書,き書いた方がいいですよとか取材で,でもやっぱりだから許可取って取材するのってハードル高いんですよ。でまあ僕の時代とかそういうあの変な雑誌もいっぱいあったけど逆に言うとそういう雑誌はなくなっちゃったけど今は自分で発信ができるので。あの、 まあ、そのブログ的なものでもツイッターでも YouTube でもできるからとりあえず取材バッとして原稿を書くみたいなのをアップしてると多分編集部から連絡来たりとかそれを見せたらプロになれたりすることは多いと思うのでまあ、書こうっていうそういそ、ね、YouTube で発信していてそこから依頼になったっていうパターンの方もいらっしゃいますもんね。そうですねでやっぱり 昔に比べたらデビュー自体はずっとハードル下がってるとは思うんですよね。なんかあんまり出版で書かなくてもいいというかあのバズってたら向こうからおのず声がかかるので、まあ、だからそれぐらいには自分で慣れないと多分プロになってもしんどいのであのあの僕は本当はこういうことやりたいんですっていう人はそういうことをやりましょうっていう <laughs> それはねよっぽど難しくてねなんか本当にブラジル に取材したいんですけど、ブラジルまでの運賃がみたいなのはなかなか難しいですけど、基本的に国内のことだったら自腹でやって、あ、僕全然あの出版社からあの経費もらわないんですよあの。自腹で行くことが多くって、っていうことはあの一回韓国に行っても取ってきたネタをいろんなところで出せるじゃないですか。やっぱり編集部にお金もらってるとやっぱそこの出版社に書かないと。 悪いかなってなっってちゃうんで私もご当地階段で書いてるものは出版社はまあやっぱり出してくれなかったりするんで自腹ですねうん、うん、その代わりなるべくイベントとかで話してゆっくり10年かかるかも20年かかるかもしれないけれど <laughs> ゆっくり回収していこうっていう心づもりであってあんまりお金出版業界儲かんないですからね。あそうですね特に出版の人もそんなに儲けようっていう人も少ないので。 なんか色々今だったらいろいろやって自分で Kindle 出したりとかいろいろやればまあ小銭稼げる程度が0円以下にならないんでいいですよね <laughs> その今は電子書籍はあの紙の書籍と違って作るのにお金がかかるあんまりかからないからあのとにかく1冊でも売れればプラスっていうのがいいよね。 でまあ、インターネットがすごい、ね、あの発達したのであの遠方の方も Zoom とか Skype とか LINE とかで取材も可能になりましたしそういう意味では交通費がずいぶん削減できてきたなと思います昔はわざわざ行ってその人が、ね、当日になって忘れていたとか散々あったので、うん、あ,ありますありますまあそうですねだからもう結構そうですねどんどん だから逆に言うとみんながやれるようになったから埋もれやすくなっているので、まあ、そこら辺は頑張ろうっていうやつですねあとネタのオリジナリティが大事かなあと一人がバーンと出ちゃったりすると、うん、まあ山の遭難事故とかも同じ事件ばっかりとか、うん、特定の殺人事件同じ事件ばっかりを YouTuber なりライターさんなり書き,書き続けるっていうので記事の内容がもう本当に犯行のように似通っているっていう。 あれは良くないないって個人的思ううんでですすよ。そね。ね、だから、ね、常にブームが来て追いかけると常にブーム遅れになるのであの、誰もやってないところをやっておくとブームが来た時に先んじてってなれるのでまあそれがいいと思いますけどねだからあんまりまあうん、多少追っかけてもいいけど大ブームに乗っかるのはねあの、大ブームの時点で終わりかけっていうのがあるんで。あの まあ誰もやってないことを常に探してる方がいいと思いますけどね。そうですね今からタピオカ屋さんとか寄ろうとすることも大変です <laughs> けどそ, <laughs> そこまで来るとまあそうですねだからそうやるんならだからもう都知事選とか例えばやるなら都知事選が来ることは分かってるので1年ぐらい前からやった方が。 あいい、ね、あ、泡沫候補の特定の人、例えば3人ぐらいに絞って、追っていくとか、うん、あそれは面白そうですね、みんなわりと知りたいし、その時期になったら絶対、東京都の人はアクセスする可能性が高くなりますからね、そうなんですよだからやっぱり公的なものとかは、前から追っかけやすいですよね、例えばそんな万博だとか、もやることも決まってるので <laughs>、何にせよ、取材はできるから。うん、やっぱりその 3ヶ月ぐらい前になってからみんなやりだした時にやろうとするとやっぱり埋もれちゃうんでその前からやっっとくってい,うのい,いですよねだから僕もホームレスとか全然ブームに乗らずにやってたので結果的にあのな何かで話題になった時に話が来たりとかその玉川とかも一人で勝手にずっと取材してたら多摩川で何か事件が起きた時に話が来たりとか、まあ、その広がりやすいのでなんかいろいろやっておくと。 何かそこが問題だった時、話が来やすいみたいなのありますよね。いや、もうライターを目指す人むちゃくちゃ勉強のコメントだと思うので。<laughs> いや、僕レベルでは。いや、でも、あの、こういう、あの、文章系の講座とか、結構塾とか。高いですからね。それがもう、実際に現役でバリバリ活躍している方からのアドバイスということで。<laughs> 何を教えてるか、ちょっと潜入してみたかった。でし,したけどね、あれとか。<laughs> それでも一番知りたいです。間違っちゃうと、もう大変な目に遭うっていう。う でもどうにかしようと思わないっていうのはあの極意のような気がしますね。あ、ははい、はい、はいい、まあ、でも文章に関して言うとそう文章をうまく書けるって別に講座習わなくてもできるし逆に言うと講座習ってもなかなかうまくできないから、うん、<laughs> うまい人最初からうまいですからね悔しいことはね,ね。文章に関して言うとねあんまり伸び幅がないんですよね。結構書書けける人が書けて書けない人ががない っとかけないみたいなところがあるんで向いてなかったら違うことを目指した方がいいかなというすごい残酷なことを言ってがっかりされたりするんですけどねいやでもその通りですよそれであの時間がねただ過ぎていって苦しむっていうのはあんまり良くないですよねそうそう。別にでもだけど喋るのはできるとかねありますから動画でやればできるとかあの全然他のことを試していくっていうのはいいと思いますよ。はい でそろそろ指名の質問に入ろうと思うんですけれど村田ラムさんは今後探求していきたいことはありますかそうですねなんか最近ちょっとやりだしたのが「あの桃太郎電鉄」あのすごろくゲームなんですけど、はい、あのぶっ飛びカードっていうのがありますねど,どこに飛んでるかわからないカードなんですけどあれで出た場所に行こうみたいなのしててかあの行く場所はランダムで決めて。 そのランダムに決まった場所に何があるか探していくみたいなのを最近ハマっててなんかちょっとそうやったりしててそれを海外でやったりしたら大変やろうな <laughs> と思ったりますからね、うん、世界の、ね、やつもそうただ,ただ本当に治安の悪い国とかになったらどうしようみたいなとこがあるんですけどでそ,うです、ね、そ,うそういうふうに、まあ、国内をそんな感じで適当に回ったりとかやっぱりコロナが終わったのでやっぱり。 もうちょっとうっ骨してた分もあって海外今年は行きまくってる感じですねでもどっかの取材ってわけじゃないですけどねとにかく海外行きたくて行ってる感じですけどポーランド行って韓国行って香港行って台湾行ってみたいな感じになってますね今度行く国はどこですか次は香港ででですけど何ににも考えてててななくてなんか本当に一人人行って一人でなんか昔 昔々台湾に行った時に当時付き合ってた人と行ってあの行きの飛行機の中で喧嘩になって、えー、<laughs> あの全ての予定が飛んだというかあの向こうに合わせていろいろ回ろうと思ってたんだけどまあ,あの <laughs>、まあ、そもそもちょっと別れそうな雰囲気だったんですけど旅行はもう予約してたから行くみたいに行ったらまんまとあの仲悪くなったので何の予定もなかったんで延々こう電車に乗って。 あのちょっと香ばしそうなというかなんかちょっと下町っぽいようなとこに降りて写真を撮ってみたいなのを繰り返してたら楽しかったのでと思っ香港もそんな旅になるのかなと思ったりするんですけどまたその結果がもしねあ可能でしたら何かで読めるといいなと思ってます。<laughs> はいぜひぜひ よろしくお願いしますということで、えー、今週決めたここまで、えー、村田さんいかがだったでしょうか 2>, <laughs> 2週にわたってああどうもどうもなんかそんな僕の話で大丈夫だったのかいやすごい面白かったのと <laughs> 他にもねでもこんだけ例えば専用記事とかも跳ねたりしましたけどま後追いする人がいないのはやっぱりできる人は村田ラムさんだけだからだと思いますねああそう言っていただけるとありがたいですいや私絶対あの殺人鬼と一緒に受会に編集者から話しきても <laughs> 嫌ですっていうでまあそうなんですね何か,か受けちゃうんですよね <laughs> ほとんど断ったことがなくてお仕事私も,も昔1 5六6年前にとある殺人罪で捕まっていて刑務所から出てきた人と焼き肉を食べに行く企画どうですかって振られたことあって断っちゃいましたね <laughs> まあそれはいいと思います <laughs> なんでああいう残酷なことを編集者さん一部の方でですすけど思いつくんですかねあのねこれあの多分「電波少年」とか「昔の水曜日のダウンタウン」とかもそうなんですけどあの僕が取材するじゃないですか松村さんとかが取材したりするその取材する本人をおらいないところで延々とこの企画会議をするとどんどんねあの残酷になっていったりとか。<laughs> 過激になっていくんですよ。で、僕一回あの中国の天安門広場で中国の国旗焼いてくださいって言われたことあって <laughs> まあ唯一断ったぐらいの仕事なんですけど、どういうどういう企画会議をしたらそういうことになったんですか？っていう単なる詐欺室だけだと説明つかないような。他にも私もね。あのあったんですけど、ちょっとここで言えないようなこととかね。<laughs> それってまあ普通に私が捕まりますよね。っていうような。だから、その。 自分がやらずによくってその面白さとか歌激さだけを追求していくとなんかほんととんでもないことになっていっちゃうのでやっぱり出演者だったりマネージャーとかがいないってやっていないとやっぱりってかそこまで行ききっちゃうとねもうなんかもう面白いか面白くないかも分かんなくなっちゃうんでなんかやっぱりなんかそこら辺ね難しいところですよね。 まあ、現在そういう方はいらっしゃらないと思いたいですけど、まあ、昔の世代の、うん、闇ですよね。そう,そうそうそう。やっぱり、その。なんか、コンフィクションの闇みたいなところはありますよね。やっぱりはい。ということで、ありがとうございました。いやいやいや,いや,いや、いろいろ思い出して、私はぞワぞワとしました。<laughs> <laughs> ありがとうございました。ここまでお相手は田辺誠也と。 あ村ドラムでしたそれではまた奇妙な世界でお会いしましょう。さようならさようなら。